ルートビヒ・バン・ベートーベン。ルートビヒ・バン・ベートーベン。標準。ドイツ語では、ルートビヒ・ハン・ベート・ホーフェンに近い、1770年12月16日頃から1827年3月26日は、ドイツの作曲家、ピアニスト、J.S. バッハ等と並んで、音楽史上極めて重要な作曲家であり、日本では、学生とも呼ばれる。その作品は、 古典派音楽の集大成かつロマン派音楽の先駆けとされている。1770年12月16日頃、新生ローマ帝国ケルン大司教領、元ドイツ領のボンにおいて、七夜ンと宮廷料理人の娘である母の長男として生まれる。ベートーベン一家は、ボンのケルン先帝高宮廷の歌手、後に学長であり、幼少のベートーベンも仕立っていた祖父、 ルートビヒの援助により、生計を立てていた。ベートーベンの父も、宮廷歌手、テノールであったが、元来無類の酒好きであったために、収入は途絶えがちで、1773年に祖父が、亡くなると生活は困窮した。1774年頃よりベートーベンは、父からその才能を当てにされ、虐待とも言えるほどの過熱を極める音楽の、スパルタ教育を受けたことから、 一時は音楽そのものに、大して強い嫌を感すらい抱くように出なってしまった。1778年には、ケルンでの演奏会に出演し、1782年11歳の、時より、クリスティアン・ゴットロープ・ネイフェに指示した。1787年、16歳のベートーベンは、ウィーンに旅し、かねてから憧れを抱いていたモーツァルトを訪問したが、最愛の母、 マリアの帰徳の法を受けて、ボンに戻った。母は、間もなく死没し、肺結核。母の死後は、アルコール依存症となり失職した父に代わり、いくつもの仕事を掛け持ちして、家計を支え、父や幼い兄弟たちの世話に追われる、苦悩の日々を過ごし、七百九十二年七月、ロンドンからウィーンに戻る途中ボンに立ち寄ったハイドンに、その才能を認められて、弟子入りを許され、 11月には、ウィーンに移住し、12月に父死去、間もなく、ピアノの即興演奏の名手、ビルトーゾとして広く、名声を博した。20歳代後半頃より、持病の難聴、原因については、諸説あり、鉛中毒説が通説が徐々に、悪化。28歳の頃には最高度難聴者となる。音楽家として、 聴覚を失うという死にも等しい絶望感から、1802年には、ハイリゲンシュタットの衣装をしたため自殺も考えたが、彼自身の芸術、音楽への強い情熱を持って、この苦悩を乗り越し、再び生きる意欲を得て新たな芸術の道へと進んでいくことになる。1804年に公共曲第3番を発表したのを皮切りに、その後10年間にわたって、 中期を代表する作品が書かれ、ベートーベンにとっての傑作の森、ロマンドランによる表現と呼ばれる時期となる。その後、ピアニスト兼作曲家から完全に作曲専業へと移った。40歳頃、晩年の約15年には、全老となり、さらに神経性とされる持病の腹痛や下痢にも苦しめられた。加えて、たびたび飛行に走ったり、 自殺未遂を起こすなどしたオイカールの貢献人として苦悩するなどて一時作曲が停滞したが、そうした苦悩の中で書き上げた公共曲第9番やミサソレムニスといった大作、ピアノソナタや弦楽四重奏曲等の作品群は彼の未曾有の境地の高さを示すものであった。1826年12月に肺炎を患ったことに加え、 横断も併発するなど病状が急激に悪化し、以後病がに伏す。病床の中で10番目の公共局に着手するも、未完成のまま、翌1827年3月26日、観光編のため56年の生涯を終えた。その葬儀には2万人もの人々が参列するという、異例のものとなった。この葬儀には、翌年亡くなるシューベルトも参列している。 作曲家としてデビューしたての頃は実質に悩まされることもなく古典派様式に忠実な明るく活気に満ちた作品を書いていた。この作風はハイドン、モーツァルトの強い影響下にあるためとの指摘もある。1802年の一度目の危機とは遺書を書いた精神的な危機である。ベートーベンはこの危機をウィーン古典派の形式を再発見することにより脱出した。 つまり、ウィーン古典派の二人の先達よりも、素材としての動機の発展や展開、変容を徹底して重視し、形式的、構成的なものを追求した。この後は中期と呼ばれ、コーダーの拡張など古典派形式の拡大に成功した。中期の公共局はメヌエットではなくスケルツォの導入、第2番以降、従来のその他形式を飛躍的に拡大、第3番。 戦律の元となる動機やリズムの徹底操作。第5、7番、表題的要素。第6番、学章の連結。第5、6番、語学章形式。6番など、革新的な技法を編み出している。その作品は、古典派の様式美とロマン主義とを極めて高い次元で、両立させてり、音楽の理想的存在として、以後の作曲家に影響を与えた。第5公共曲に、 典型的に示されている、暗、名、苦悩を突き抜け関係へ至るという図式は、激性構成の規範となり、後のロマン派の多くの作品がこれに追随した。これらのベートーベンの要求は、必然的に演奏人数の増加と結びつき、その人数で生み出される人生を鼓舞するかのような、強音やすすり泣くような弱音は、多くの音楽家を刺激した。 1818 18年の二度目の危機の時には、後期の序曲集に代表されるようにスランプに陥っていたが、ホモホニー前世であった当時において、バッハの遺産、対法つまり、ポリフォニーを研究した。対法は、中期においても、部分的には用いられたが、大々的に取り入れることに成功し危機を乗り越えた。変装曲やフンガはここに極められた。 これにより晩年の弦楽四重奏曲、ピアノ・ソナタ、ミサ・ソレムニス、ディアベリ編奏曲、公共曲第9番などの後期の代表作が作られた。ベートーベンの音楽界への寄与は、花だ大きく、彼以降の音楽家は大なりこなり彼の影響を受けている。ベートーベン以前の音楽家は、宮廷や有力貴族に使え、作品は公式、指摘行事における、 機械音楽として作曲されたものがほとんどであった。ベートーベンはそうしたパトロンとの主従関係、及びそのための音楽を拒否し、大衆に向けた作品を発表する音楽家の講師となった。音楽家イコール芸術家であると公言した彼の態度表明、また一作一作が芸術作品として意味を持つ創作であったことは、音楽の歴史において重要な分岐点であり、 革命的とも言える出来事であった。中でもワーグナーは、ベートーベンの公共曲第9番における、詩と音楽の融合という理念に触発され、ロマン派音楽の急戦法として、その理念をより推し進め、楽劇を生み出した。また、その表現のため、豊かな還元楽法により、音響効果を増大させ、ベートーベンの用いた古典的な火星法を解体し、 トリスタン・ワオンに代表される革新的化成で調整を拡大し、一方のブラームスは、ロマン派の時代に生きながらも、ワーグナー派とは一線を画し、あくまでも、ベートーベンの堅固な構成と、劇的な展開による、古典的音楽形式の構築という面を受け継ぎ、ロマン派の時代の中で、音楽形式的には、古典派的な作風を保った。しかし、 戦律や火星などの音楽自体にあふれる叙情性,性はロマン派以外の何者でもなかった。また、この古典的形式における劇的な展開と構成という側面はブラームスのみならず、ドボルザークやチャイコフスキー、20世紀においては、シェーンベルク、バルトーク、プロコフィエフ、ショスタコービチ、ラフヘンマンにまで影響を与えている。同時代のロマン派を代表する、 芸術界 ETA ホフマンは、ベートーベンの芸術を褒めたたえ、自分たちロマン派の陣営に引き入れようとしたが、ベートーベンは、当時のロマン派の形式的な統一感を無視した、感傷性と感情表現に代表される芸術からは距離を置いた。ベートーベンが注目したものは、同時代の文芸では、ゲーテやシラー、また古くは、ウィリアム・シェイクスピアらのものであり、本業の音楽では、バッハ、 ヘンデルやモーツァルトなどから影響を受けた。ベートーベンが前衛であったのかどうかは多くの音楽学者で見解が分かれる。原広氏はベートーベンは前衛ではないと言い切り、彼は当時の公共曲、競争曲、そなた、変装などの構造モデルに準拠し、発案した新ジャンルというものは存在しない。ただし、メトロノームの活用、ボホでの速度表示、 ピアノの構造強化と音域の拡張、楽曲の大規模化、大胆還元楽法、演奏不可能への挑戦、騒音の導入、戦争公共曲など、後世の作曲家に与えた影響は、計り知れないものがある。言語である、ドイツ語では、ルートヴィヒファン・ベートフォーフェンと発音される。日本では、明治時代の書物の中には、ベートーフェンと記したものが若干あったが、ほどなく、 ベートーベンという記述が浸透していき、リハルト・ワーグナーのように複数の表記が残るワーグナー、バーグナー、ワグネルこともなかった。唯一の例外は NHK 及び教科書における表記のベートーベンである。生にファンがついているのはベートーベン系がネーデルランとフランドルにルーツがあるためである。祖父の代にボンに移住。ファンがつく著名人といえば、 画家のバンダイク、ファンダイク、ファンエイク、ファンアイク、ファンゴッホ、ファン、ゴッホなどがいる。ファンはドイツ語、オランダ語では、ファンと発音されるが、貴族を表す、フォンと間違われることが多い。ファンは単に羊を表し、庶民の性にも使われ、ファンベートーベンという性は、ビート、ビーツの王女、法文主のという意味に過ぎない。しかしながら、 当時のウィーンではベートーベンが貴族であると勘違いするものも多かった。偉大な音楽家を意味する学生という呼称は古くから存在するが近代以降はベートーベンをもって代表させることも多い。例えば3月26日の学生期とはベートーベンの命日のことである。慢性的な腹痛や蹴りは中性悩みの種であった。死後に行われた解剖では 肝臓、腎臓、脾臓、他、多くの内臓に損傷が見られた。これらの病の原因については、諸説あり、定説はない。近年、ベートーベンの毛髪から、通常の100倍近い鉛が検出されて、注目を集めた。鉛は、聴覚や精神状態に悪影響を与える、重金属であるが、ベートーベンが、 どのような経緯で鉛に汚染されたかについても諸説あり、以下のごとくである。南朝、四十歳頃には、全老となったの原因については、諸説ある。同性同名の兄や、妹二人がいるがすぐに亡くなっている。弟カールの血筋が、現在も残ってはいるが、ベートーベン姓は名乗っていない。カールの直系子孫の一人である、カール・ユリウス・マリア・バン・ベートーベン。 1870年5月8日、生まれが191年12月10日に他界したのを、最後に、ベートーベン姓を名乗る子孫は途絶えている。ピアノソナタ、全32曲その他のピアノ曲、変奏曲、バガテル等、ベートーベンの伝記は多くあるが、1977年に刊行されたメーナード・ソロモンによるベートーベンがあり、このソロモン版伝記は後、 歴史家のピーターゲイによって精神分析的手法をよる労作として高く評価された。ロマンロランの伝記、ベートーベンの生涯が片山敏彦役で岩波文庫に収録されている。青空文庫にも収録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。